折り紙1枚から長方形の箱を折る説明をします。底の部分になります。色のついた方を上に置き、三角に半分に折ります。広げ、こちらにも半分折り、折り筋をつけます。で、この向きに置き、ここをここに折り、真ん中のところに少しだけ印をつけます。ここです。そして、ここをつけた折り筋に合わせて、このように折ります。これをこのまま裏向けて、こちら側も下のここの折ったところに合わせてこのように折ります。そして広げます。白い部分が多い方を上にしておき、この辺を真ん中の辺に合わせて折ります。ここをずれないように合わせて折ってください。反対側も折ります。そして向きをこのように置き、向きを変えてこのように置き、ここを折ります。このように折ります。上の反対側も折ります。向きを変えます。そしてこの下の辺をまた真ん中の辺に合わせて折ります。この時この上の紙がずれないように注意してください。で、しっかり折り筋をつけてください。反対側も同じように折ります。そして、この下の紙と一緒にこのように開きます。白い部分がバッテンに見えるようになります。そして、向きを変え、この三角、この三角半分になるようにこう折ります。で、この時もこの紙がずれないようにしっかり押さえながら折ってください。こうです。上も同じように折ります。向きを変えて、この接点の部分を真ん中にして、このように折ります。一度軽く印をつけるように折ってから、ここがずれないように押さえて折ると、失敗しにくいと思います。で、広げます。もう一つ広げます。そして、向きを変え、画像のように折ってください。そして立てていきます。ここの斜めの線にこうなるように分かりますか？こうですね。蓋をしてで、こうです。立てます。もう一度します。こうなっているのを起こして、この色の境目の斜めの線を目安に、このように折ります。こう
そして、これを手前に入れると、一つの辺が出来上がります。反対側も同じようにします。よく見ていてください。こちらを斜めに中に入れながら、これを手前に持ってきます。こちらも、この辺を中、手前をこちらへ。こういう感じで立てると、このようになります。そして、中に入れると、辺が出来上がります。形を整えます。これで長方形の箱の完成です。